パリのルーブル美術館に行ったらまず何を見たいですか？絵画でしょうか？それとも彫刻でしょうか？ルーブル美術館には中世ルネッサンス、近代の彫刻作品を展示する専用の展示室がたくさん用意されています。中でも有名なのがミロのヴィーナスです。彫刻は三次元アートの一形態です。最も有名な作品モナリザを含め絵画作品も見逃してはいけません。このように平面に表現されたアートを二次元アートと言います。二次元アートには絵画、版画、油絵、写真など様々な形態のものが存在します。アーティストやデザイナーが作品を作るために用いる素材や道具などはすべてアートを表現する媒体です。画家は油絵の具や水彩絵の具など無数の絵画媒体をキャンバス、布、紙、木など紙地帯と呼ばれる面に塗っていきます。紙、ガラス、コンクリート、さらには人体まで多種多様な紙地帯に墨、パステル、インク、クレヨンなどで作品を描くアーティストもいます。三次元アートにも様々な媒体が使用されます。木や石は彫刻の媒体として優れた素材です。立体表現の媒体としては粘土がよく使用されます。パピエマシェもそうです。彫刻作品はワイヤー、木材、ファウンドオブジェなどの集合媒体で制作されることもあります。彫刻には彫刻刀、木槌、ろくろ、陶器や金属を加熱するための釜など様々な道具が使用されます。複数の媒体をミックスして使用するアーティストも多いです。二次元と三次元の線引きも曖昧になりつつあります。実際東京にある世界初のデジタルアートミュージアムには分類の難しい展示品がいくつもあります。このストリートアートは三次元作品のように見えますが、実際は二次元です。ホログラフィックアートはどうでしょうか？ VR、 仮想現実は？アートに限界があるとすれば、それは人間のイマジネーションのみです。さて、アートとサイエンスの間の共通点が思い浮かびませんか？